ここええやろ。あ、あかん、わしのも触ってな。やん、もうほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん？せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です、お客様。支配人。ほう、あんたが真面目くんかいな。固いこと言うなや、場がしらけてしもとやんか。ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし、実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使ってるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会。こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え？他にも誰か？なんでお前、まさか俺のことつけてきたんか。李さん、あなた前に私に教えてくれた。え？あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分守ってくれるのはやっぱりお金って、李さん言ってたから。許してくれるよね、李さん。おんどれ、わしら売ったんか。こいつら佐川の手下や。
用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。マコト、こっちや。行くで。怪我ないか？大丈夫。あなたは？平気や。おい。リーさん。無事やったか？早かったな。あの闇医者。大丈夫や。仲間が見とる。それより車や。まだ追手が来るかもしれんのやろ。うん。車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。お前さ、ひどいよ。なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島のんとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。誰や？